皆さんこんここににちはこんにちはお世話になってます JFP 事務局のアクセンチュア株式会社の小栗でございます。と私の方からあの本日の調会議の趣旨でしたり、まあ、あの持続可能な輸出の形という本日のテーマで、まあ、私が考える弊社が考えるポイントというところを、まあ、あの導入の頭出しという形で少しプレゼンさせていただければと思っております。 本日の町会議に関しては、まあ、これまであのコロナもありましたので、対面でやるのはかなり久しぶりという中で、あの以前は対面、コロナ前はあのやらせていただいていて、まあ、久しぶりの開催ということでございます。午前から出ていただいた方は、あの午前中はあの付箋を使ったワークショップ、弊社のこのオフィスがこう皆様と一緒にあのアイデアを出し合って未来志向で、 非連続的な思考を促すようなこう。ちょっとおしゃれなあのオフィスにしてますので、そういったワークをさせていただいて、先ほどアイデアの発表もいただいたというところでございます。で、今があの輸出かける sdgs 持続的な輸出の在り方 sdgs という今。 必要からあった国際機能トレンドの中でどういう取り組みができるのかというところをこのあと先進事業者の方でしたりパネルディスカッションで専門家の方も交えて少し皆様の考えるきっかけを提供させていただければというふうに思っていますで終わったら夕方に関しては皆様多くの方から準備いただいて産品の試食でしたりそれを通じて商社の方等も多くいただあの来ていただいてますので商談のきっかけにつながるような あの交流会もさせていただければというところで、まあ、大きくコラボレーションというのがテーマの回となっておりますのでぜひ積極的な交流等も図っていただければというふうに思っておりますで、まあ、ちょうどとかね、まあ、狙いでもあったんですが GFP は2018年にあの立ち上がりまして2019年 あのの3月16日にあのちょうど4年前の今日なんですねが同じ会場であのさせていただいたというところでまあこれがコロナ禍もありましてこの会場でこういうふうに多くの方に集まっていただくことはなかったんですがまその間、GFP は特に今日来ていただいているような多くの皆様に協力いただいてまあ輸出そのものも伸びてきていますし GFP の活動もあのご支援いただいてきたのかなという,ふうに思って大変感謝させていただきたいという,ふうに思っております。 で今あの、ちょっと数字古いですが最新ですと7400社近くにあの多くの方に輸出を目指す方は GFP 登録いただいているというコミュニティになってきたのかなというふうに思っておりますで、まあ、あのいろんな取り組み輸出を目指す生産者の方メーカーの方商社物流の方等に多く登録いただきまして、まあ、輸出診断のようなこのまず課題を伺って 業績間との顔合わせをしていただいたり商談会ですとか専門家のマッチングですとかあとまあ共同プロジェクトのような形で今年度は海外イベントをさせていただいたりユースプレイヤーの方の,あのサイト上での見える化等々も、まあ、オールジャパンの体制でさせていただいているというところが、まあ、改めてではございますが GFP の全体像になります。 でですねあの、おかげさまで、まあ、いろんなメニューといいますかあのやってることは増やしてきておるんですが、まあ、詳細は申しませんが輸出の一歩目までをしっかりご支援したいというので GFP はやってまいりましたまず最初はこう輸出の訪問診断やヒアリング等をさせていただいた上で例えばじゃあこういう商社の方と一緒に輸出をしたらいかがですかっていうビジネスパートナーのマッチング紹介をさせていただいたり、まあ、商談会も多くさせていただいてる、まあ、商談会もやったり、まあ、輸出塾のような あのコンテンツもさせていただいたり、まあ、海外イベントも今年セミナーもやりましたし町会議でのこういうコラボレーションの場だったりあと今年度に関してはあの予算を少しこう輸出の実証実験のようなものに使うところもあのさせていただきまして、まあ、要は商談して終わりではなくて。 じゃあテストで実際物ものを出してみましょうというところまで後押しできるような一歩目のご支援までさせていただいてきたというふうに思っています。まあ、今後もこういった形を継続しながら取り組ま皆様と一緒に輸出を作っていきたいというふうに思っております。で、別途あの加工食品に関してはあの食品農水省の食品製造家様と一緒にやはりこの農産品とはかなり論点が異なりますので、添加物の対応ですとか、賞味期限をどうやって延ばせばいいかとか、地域地域で加工食品クラスター おという,こう加工食品メーカー様のまとまりを作ってどういけばいいかとか冷凍食品フローズンのカテゴリーをもっと海外に売っていけないかとかそうう加工食品にフォーカスしたあの分科会といいますかセミナー等も多くさせていただいてきたというところでございます。 GFP、でですねまあ、改めてこう今後どうしていくか農水省様と相談しながら引き続き進めていくということでございますが、まあ、今年度やった取り組みの総括としては私としては GFP はこう輸出の、まあ、ハブ機能と書いてますがいろんな,こうなんて言いすかプラットフォームというか中心というか使っていただくあの土壌というか場だというふうに思ってます。た,びたび申ししコラボレーーーションンといううテーマのの会議もそうです GFP アンバサダーの方に あの表彰させていただく場を作ったり輸出産地の方に集まっていただくセミナー交流会や添加物や賞味期限対応の専門家とのこうマッチングやコラボレーションの場っていうのも作ってまいりましたしまあイノベーションと書くとちょっと大げさなんですが新たな革新的なテーマにチャレンジする最新のテーマにチャレンジしていくというのも GFP らしいというふうに思ってましてまあ今日の SDGs という新たなテーマもそうですしネクストマーケットの開拓例えば中東ですとか インドネシア、ベトナムとか、あのなかなかこうまだ入り込めてないエリアをどう開拓していくかというセミナーも今年度やりましたし、冷凍食品のカテゴリーでしたり、こうアメリカ等のやはりローカル、あの現地の方が通うようなスーパーをどうやって開拓できるかっていうローカル販路開拓とのこうチャレンジ、イノベーションにも挑戦してきたと。 あとこうインキュベーション、負、ま、荷、あ、という意味でのあれで、大学生や高校生の方を巻き込んだインターンの仕組みでしたり、学生の輸出塾でしたり、今年度はベンチャー塾、スタートアップの方というのをテーマに各地であのイベントをやらせていただいて、輸出を新たに始める方の掘り起こし、一緒にやっていくチーム作りというものも、この付加させる機能としてやってきたと。 あと、まあ元々のビジネスパートナー、多くの専門家が集まっていただくコミュニティでもありますので、国別の輸出塾、アメリカや中国の専門家でしたり、海外のプラットフォームと連携したセミナーをさせていただいたり、海外のバイヤーさんを新たに掘り起こして登録いただいたり、品目講談での商談会、マッチングも多くさせていただいてきたと。 で最後、まあ、テストマーケティング、実際も物を試しに売ってみると、試しに現地の消費者、バイヤーの方に食べていただくという機会も、アメリカやシンガポールでやりましたし、実証実験等も、まあ、地方の港をどう使うかというテーマも含めて、今年度、さまあ、様々させていただいてきて、次年度もあのいろんなテーマであの皆様の輸出に貢献できるような、皆様と一緒にやっていきたいというふうに思っているところでございます。 すいません一例としてはアメリカ、シンガポールで今年、多くの GFP メンバーにも、まあ、渡航いただいた方も多くいるんですが海外の輸出支援プラットフォームですとか品目団体の方と連携しながらオールジャパンでのイベント、まあ、単なるこうあの賑やかしお祭りではなくてしっかりローカルなバイヤー様に来ていただいて売り込めるような場かつこう日本の例えばお野菜はどういうメニューだと現地でより刺さるのかというところを皆さんと一緒に検討しながら。 あのやるようなイベントもやってまいりましたので、まあ、次年度どうなるかはありますが、こういった GFP のコミュニティションを生かして、本当に海外に皆様と一緒に戦っていくという場も引き続き作っていきたいなというふうに思っているところでございます。はい、ということで、あと今後の今の GFP のトレンドとしては、こう本日、東京で行わせていただいておりますが、やはりこう特にあの農業、農林水産業に関しては、地域地域で皆様、あのー 取り組んでいただく方が多くいらっしゃるというところですので、まあ、こういうふうに東京で集まればもう大事なんですが、エリア別の GFP コミュニティということで、地域地域で産地の方やメーカーの方や地域商者の方と行政の方とかを、ま、あの交わりながらチームを作ってあの、新たなメンバーの掘り起こし等も進めていくという、その地域のコミュニティ作りもやっていきたいというふうなトレンドになっております。という中であの 弊社が取り組んでいる一例で言いますと、GFP の北海道というところを重点地域と考えておりまして、あの GFP 北海道という形でコミュニティを強化しているところでございます。例えば、旭川102名、帯広120名、えっと来週月曜日札幌でやるんですが、200名近くの方に来ていただいて、まあ、正直、一層バリバリやってる方ばかりというよりは、 今後、輸出をやっていくけど、まだやってないけど、少し興味があるので、まず来てみますって方も多かったんですが、そういう方を掘り起こしながら、グループワークを一緒にしながら、輸出ってどうやったらいいんだろうとか、どういう方向性で売り込んだらいいんだろうっていうのを、商社やバイヤーの方と一緒に考えるまあグループ商談、グループワークをさせていただいたり、慣れている方はもうワンオンワンでマッチングにつながる、制約につながる商談をするような、こういう地域別の取り組みもやることで、GFP 全体の コミュニティをささらにに広げさせてていいいたただきたいという,ふうに思っております、はい、でぜひあの皆様に関してはすごく輸出の塾度が高い、あの意識の高い皆様が今日も来ていただいていると思いますので、ぜひ地域から来ていただいている方は、地域地域でそのリーダー役とまとめ役を担っていただけるようなことも今日はあは期待させていただきたいなというふうに個人的には思っています。という中であの、輸出が最近私が日々ご支援する中で感じるのは、まあ、多くの よく誤解をあのいただくのが、いやその、うちは小さな生産ロットしかない、供給しかできないから、輸出はその大ロットでやる人しかできないんでしょっていうことをよく質問されるんですが、全くそんなことは私はないと思ってます。えっと、もちろん大ロットでコンテナを埋めて、あのやっていくようなりんごですとか、ブドウとか、さつまいも、冷凍ぶりのような、そういう単一品目で大ロットで輸出をするというものももちろん大事なんですが。 あの中小、地域、地域の方が少量、多品目でブランドも打ち出しながら高付加価値でしっかりまとめていく、地域商社の方等がそれを丁寧に売って、あの市構想、海外のこだわる方にこだわる店で売っていくというこの小口、多品目、サイというものの大ロットの輸出というのが、あの5兆円目標という意味では、この両輪でやっていくのが大事だと思ってますので、それぞれの,この皆様に合ったやり方を一緒に考えていきたいなというふうに思ってます。 という中であのチーム作りというのを最近 GFP ではあのテーマとして取り組ませていただいてますのであの簡単に申すとやはりこの輸出は一生産者の方一商社だけでやるというよりは海外バイヤーの方のご意向もしっかりとらまえてチームに入れてマーケットインで意向も聞きながら商社の方と流通を作りながら生産者の方もぜひこう産地の中ではあの産地の事務局といいますか生産者を束ねていただけるような方がすごく必要だなというふうに感じているところでございます。 でちょっと具体例で GFP アンバサダーの方を、あのー、ご紹介させていただきたいんですが山梨のアグベルさんというぶどう農家さんはもちろん県内の生産者の方の集荷や選果販売をこう束ねてやるという意味での産地作り連携もしていますしワイナリーやぶどうの加工品作りも含めて山梨ぶどう加工品クラスター的な動きもされていらっしゃいますし 果物で若手農家さんを集めた産地サミット等も丸山社長独自で企画されてこう山梨という単位だったり全国でこうチーム作りの中心となっていただいているとあとまあ大変私がお世話になっている鹿児島も今日来ていただい大吉農園のおよしさん等は鹿児島県内で大吉農園の輸出だけじゃなくて他の生産者の方のギャップの取得のご支援ですとか あの販路開拓のサポート等も県庁と連携しながら、していただいていると。いうところが、まあこういったあの方々が地域にいただけることが、よりこそそのが広がっていくと思いますので。ぜひ皆様にも、そういった役割に、になっていただけると嬉しいなというところでございます。またあの海外バイヤーさん、やっぱりチームに巻き込むっていうことはすごく大事でして、あのただ売る。まあこれまさに、あの木ざの後藤さんとやってる案件なんですけど。 後藤さんや海外の台湾のバイヤー様に実際、鹿児島の漁協だったり加工の工場だったり試食とかも一緒にしていただきながらこうただ物を売る相手というよりは一緒にこう輸出を作っていく商品開発や PR をどうすればいいかをこう、まあ、共に作るというような競争をしていただくような、まあ、こういう形があの輸出に向けては大事なのかなと思ってますので引き続きこういった取り組み海外バイヤーさんをまあ地域に巻き込んでチームに入れていくということをやっていければなという,ふうに思ってます。 でえっと、最後にあの、ちょっと駆け足できましたが、あ,のまあ今日のテーマ、持続可能な輸出っていうものがどういうものなのか、SDGs という切り口で、ちょっとこの後の登壇者の方のプレゼンもありますし、パネルディスカッションもありますので、また質問もぜひ皆様からもいただきたいんですが、私なりに考える持続的な輸出の形の、まあ、キーワードといいますか、代表的なものをちょっと挙げさせていただきました。ままずはとととといううちょっとこう高尚な概念のようにらわれる 分かりやすいところでやっぱり儲かる輸出、販売価格をしっかりこう再生産できるような農業価格は、在前提で売っていくというところがまあ持続可能な輸出の上では、一丁目一番地だろうというふうに思ってます国内より当然高い価格で、かつこう国内だとどうしても相場の波に左右される中で、安定的な価格で国内と海外でポートフォリオを組んであの儲かるといいますか、利益がしっかり上がる形でやっていく。 かつそのやっぱり実需、海外で売る先のスーパーさんや外食店さんとしっかり連携してどういうプレミアムをつけていけばいいのかどういう価格で売るからどういう流通を組まなきゃいけないのかっていうところをしっかりあの生産者、メーカーの方も商社と連携しながら作っていく価格戦略、販売戦略というのはすごく大事だろうというふうふに思っています。がりうこやはりこう 高齢化、工作放棄が進む中で、そういったところをまとめて輸出産地化できるような、まあ、規制の部分を含めた行政の方の力も借りながら輸出産地化をしていったり、丸山さんがやっているような集荷や選艦、高齢化の方がなかなか難しいところをまとめてできるような産地の仕組み作りというのも必要だと思ってます。あとはやはりこう担い手という意味では、輸出を将来的に取り組む学生の方でしたり、農業生産法人の後継ぎになられるような若い方。 とに早めにこう輸出世界に挑戦するというあのやりがい等を感じていただく食育も含めてですねというところがすごく大事であろうというふうに感じてます。あとはあの海外のよくバイヤーさんから言われるのはトレーサビリティどの農園で作られたものでどういう過程をしてこの今スーパーで並んでるのかっていうのはやっぱり海外では可視化されが求められるということもありますしギャップやあの水産の m s c ハサップ。 オーガニック等の国際認証をやはり取っていくということも、まあ、その品質の担保と持続化の SDGs という観点からも非常に大事になってくるというところとやはりフードロスというところを削減しなければというところで 特にこうどうしても農業あの、規格外品等も出ると思いますのであの海外向けに関してもその加工品、例えばあの小さなサツマイモ、冷凍の焼き芋にするとかあの冷凍の成果や加工品を含めた規格外品を捨てるわけじゃなくてどう加工品にしてあのフードロスを避けるのか,だかどうしても成果物あの、水産とはロスが出る特徴が海外に運ぶと長くかかりますので,ありますので鮮度保持だったり賞味期限延長をどうしていけばいいかと。 いいうとところをしっかり考えていくくもすご大ただ、まあ、特に昨今言われているのが、容器包材の部分、EU 等が特にまあ脱プラというところでしたり、あの非常にこう接触剤の規制をいろいろ組んできてますので、まあ、その国際的なトレンドをしっかり捉えなければならないというところと、まあ、脱炭素というところで、まあ、トラックでも鹿児島から東京までのんびり運んでくるのではなくて、やはりこう環境に優しい輸送手段。 鉄道も含めてて考えていく必要があるという,ふうに思ってますあとやはりフードテックというものも昨今、まあ、SDGs の文脈以外も含めて出てきてると思いますので代替肉でしたり大豆加工品だったりっていうこうテクノロジーを使った食のイノベーションをやはり日本初で持続的なこう世界のやはり人口が爆発する中で あの食が足りなくなくってきますので日本食を出すということだけじゃなくてそういった課題解決が世界の食の SDGs というところで大事なのかなというふうに思っています、まあ、この後いろんな方と議論しながら皆様のヒントじゃあうちの農園うちのメーカーではここ何をやっていくのがいいのかっていうところを一緒に考えるきっかけにできればというふうに思っていますということで本日のまとめじゃないですけど趣旨としてはあのコラボレーションぜひ皆様の間で 普段出会えないの方と話し合っていただいて、ネクストアクションにつながるような議論をいただきたいですし、商社、バイヤーの方も多く来ていらっしゃいますので、商談につながるきっかけも作っていただきたいですし、SDGs という観点でもあの、ぜひ事例を聞きながら、取り組みのきっかけにしていただきたいなというふうに思っています。まあ、g f p にもし登録いただきたい方がいらっしゃったらあの、登録いただければと思いますし、今後、事務局には遠慮なく、いろんなご連絡をいただければと思っています、はい。ということで、本日よろしくお願いいたします。ありがとうございました